ブイヨンで下茹でしたじゃがいもを切りました。あとは油でこんがり揚げていきます。塩を振ります。ポテトといえばマスタード、ケチャップ、塩かなと思います。でもこれは甘味噌です。そう、あけびの残りの甘味噌です。これで食べるんですよ。うまい。あく。うん。一度お試しください。今回はフライドポテトのソース甘味噌でした。でも本当に美味しいので一度試してみてください。それでは。ごきげんよう。